どうもね、バスです。実況プレイ始めていきますと、今回はですね、4回目ですね。んで、ウッドパルナっていう町に着いたんですね。で、そこで、村の奥の人の、パトリックっていう人に話しかけたんですけど、とりあえず、もう一回、話しかけてみましょうか。ここじゃなかった。とりあえず話しかけてみて、こっちじゃないし、どこ行ったっけな。もう、またもやこれも一週間ぶりぐらいの、実況なんで、忘れるんですよね、やっぱり。ここですね。要するに、カラストーン発掘所に行くって形ですね。ここですかね。なんか発掘する場所みたいですね。全部壊しておきましょう。どんどん実況が悪くなっている。なんか虚しいな、このドラクエの雰囲気と合わせてね。なんだお前たちは、こんなところに何か用でもあるのか。鉱山の中には多くの魔物がいる。悪いことは言わんから、よほどの用がないなら、引き返すのだな。まあ、寝込んでるんですね。発掘の人ですかね、今のは。こっちには何もない。置いていたし、違うし。まあ、ここを入ってみましょう。で、こっからデモはないんで、左上にちょこっと見えるのはマチルダさんかな、シルエット。そう。で、序盤をプレイしたと言ってたんですけど、こっからはもうしてないんで、初見プレイっていう形になります。で、ここら辺はモンスターが出るみたいですね。もうマリベルも、呪文を覚えたんで、相当強いっすよ。戦力になる。マリベルですね。ネプラさんたち、またこんなところにお会いするとは。こんなところでって。そういうマチルダさんこそ、こんなところで何してるの？私は、この奥から、魔物の気配を感じていたので、こうして見に来たのです。あ、そうだマチルダさん、そういえばキーファーパトリックの願いをマチルダに告げた。そうですか、あの少年が父親のために緑色の宝玉を。緑の宝玉ならば緑色のカラーストーンがあれば必ず取れるのですが、果たしてこの鉱山にまだ緑色のカラーストーンが残っているかわかりません。では、私は急ぐ身ですので、ここで失礼いたします。え？って、マチルダさん、パティックの頼みは聞いてあげないの？冷たいと思われるかもしれませんが、私もあの少年だけに構っていられない、いられない内容です。では、神々。マチルダさんって本当に冷たいかもな。仕方ない。俺たちだけで緑色の宝玉を探してみるとするか。まあ、どんどん倒しましょう。
ちにしようかな。ちょっとナスミナっていうか、マリベルさん、ちょっと使いすぎじゃね？メラ。これボスのために残しとかんと、なんか、やばいな。作戦。作戦替え、マリベルさんを、ま、命を大事に、しときましょう。誰だ？うお、先に攻撃できた。やべ。まあまあ、濃い意味があるんで。これ何しよう？ダメか。呪文を使うなにしとったらいいんかな？まあ、今回初見プレイなんで、もしヒントとか、なんかこう、ヒントじゃない、なんていうか。まあ、いろいろこう、アドバイスくれたら嬉しいですね。なんじゃこりゃ。あ、なるほど。消えるのか。ほう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 、面白い。もう気持ちいいね。これは、こうだ。で、あれ、呪文使わなかったらマリベルさん弱いな。こりゃやばいぞ。オッケー、薬草ゲット。マリベルさんやばいな、これ。消えたらどうなるんやろ。なんか意味あるんかな。どうしよう。とりあえずやれないの。お、よいしょ。なに、無理か。一旦出ましょう。こう、消す、ずらせれるのかな。どうすればいい。いけない、いけない形ですか。これはぐだりますよ。相当ぐだります。断言してもいいですよ。なんもない。ないな。まあまあ、レベル上げて思って、のんびり行きましょう。リップスか。これはドラクエモンスターでも出ました。聞かない。さすがキーファー。王子だけのことはある。レベルがすぐ上がりそう。にしても強いな。ていうかモンスター出すぎ。マリベルさんの攻撃当たらないな。まあまあ、命を大事にしてるんで、防御は結構上がってると思うんです。それにもいけない。どうすればいいんだ。はい、入ろう。マリベルさんがちょっと食らいすぎてます。
レベル上がるか。上がれなーい。これ戻ってます？いや、左行こう、今度は。もうスライム。ゲットしたいな。ナイスね、パス。よし、45度。ゲイン。使っときましょう。相手の自分強化で道はこっちしかないかな。そう、マジか。どうしよう。お、逃げた。もうモンスター逃げるんだ。お、レベル上がった。キーファーがレベル5。 あとステータスの読み上げはちょっとやめます。カイン切り、オッケー。でもまたこいつ使いそうやな。みんななんかバンバン使っている感じやけん、呪文を使うなにしておきましょう。で、呪文で自分だけは使いません。回復を一応マリベルさんはなくなっちゃいけないんで、今入って、これ戻ってきたやん。早速迷ってますよ。こっち行けなかったよね。で、さっき左行って、マリベルさんがここで会った。とりあえず30分、25分。ぐらい探索してみて、もしそれで見つからなかった、あれがなかったら、その進展がなかったら、一旦町に戻ります。おいおいおいちょい。あ、そっか。呪文じゃないか。剣技は、剣技ですね。そんな無理か。もうバッチリでいっか。マリベル全然攻撃できんな。まだ気づいてないですね。ん？剣技は MP 使わないのか？ゼロですよね。なんか使ってない雰囲気ですよ。頭使って謎解きみたいなやつですね。あのカラーストーン。なんかもう完璧レベル上げになってますね。これなまさかと思うけど、こうして押せ。なんで？押して階段の下にやる。可能性もありますね。
が上がるの。なんで？で？やれよ。ちょっとすいません。めっちゃ下ってます。壊らんね。からん。キスやろ。あ、いけない。なんやねん。謎解き完了。なんでこれ。どうせ中に。また難しい配置ですね。上から行ってみよう。黄色。青。は？あ、間違えた。多分あれは、ずらすんですよ。あ、違う。もう、めっちゃコントロールが難しい。こうですよ。こう。で、赤ずらして、消して、こうだろ。消す。こいつを、一旦ここに入れる。で、こいつも一旦こう。あ、無理だ。あ、つっ。まあ、いいや、こいつは一応消しとくって。じゃあ、あれで黄色消そうか。こう。で、これまた謎解きですかよ。おー、できねえ。なんだろ。で、こっから、今度は上を消してみましょう。そして、俺の下ってこの赤を左側に持ってくるんですよね。だから、まずこれをガーッとやって消す。で、あ、いやいや、無理か。この赤はどうにかしたい。黄色も邪魔やしな。どうしよう。赤が邪魔だな。で、この黄色も邪魔だろう。で、黄色横にどかしたら、あ、じゃあ赤横にどかしたら、黄色を消せるんですよ。でもその赤が角に来るんで、なんかいろいろと、できないんですよ。あ、わかったような気がする。多分、こうやるだろ。違う。わかったねーが。まったく。あ、コントローラーが、むずい。
で、ここだろ。下消す。下を消す。で、バーってこうやってやって、これ消す。で、こいつを上に持ってくる。で、左にやる、右にやる。右にやって、縦にやる。あ、ダメだ。ダメだろ、これ。黄色消せんじゃん。なんなんこれ。謎解き嫌いだ。しかし、ドラクエは謎解きゲームだ。青をこっちに持ってこれいいね。多分赤はあれ消さないかんけん。あ、まさかと思うけど、今真ん中消したよね。あれ消したらあかんみたいな。だから、要するに、こうだろう。あの赤を左に持っていきたい。いや、無理だ。どうせ。あ。これいつもどかしてたけど、あ、意外とこう、やって、ここで消す。で、これ回すすぐやる。で、ここで消す。で、黄色であれ消したいんよね。黄色を持ってこないけない。こうやって、あえて消さずに、こう、持ってきて、よいしょ、よいしょ。ほら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 。よっしゃ。これでいいんだよ。ん？またか。このメールみたいな。あれが。ここにはモンスター出ないみたいです。よかったっす。お、出たし。なんやねん。なんだ？なぜ？ここではモンスター出ないでほしい。レベル上がった。マリベルレベル5。オッケー。しっぺ返し。なんじゃそれ。これは、解けばいいのか？ぐるぐる回ってますけど。なんじゃこれ。超魔獣。お、強い。まあ、一体ずつ倒していきましょう。なんか強くねえか？俺は回復せねば。経験値いっぱいもらえるんじゃないか？オッケーオッケー。バイグラム。回復戦のところやばい。同性中国再建し、あ、いけたし。やっぱ下がったわ。消すんだろうが、お、キーファー。
こっちが緑にしたんだ。てか、こんなでかいやつをどうやって持って帰るんだ？ネパさん、マチューズさん、今頃来るの？よかった。どうやら無事のようですね。あの奥、あなただけで、僕に向かわれたんではないかと、不安になり戻ってきたんです。先ほど、どうもすみませんでした。私もどうかしていたようです。あの少年が緑色の宝玉を探しているでしたね。ならば、ぜひ私にも協力させてください。あ、なるほどね。砕け散った緑色の宝玉をくれたとね。なるほど。小さくすれば持っていけるってやつ。急ぐ民でもや、あることは変わりませんので、すみませんが、私はここで失礼します。あたりには魔物がいます。帰り道もお気をつけてください。では。忘れるところでした。ネパスさんたち、これをもらっていただきたいんです。木の人形。なんじゃそれ。その人形は私がまだ少女の頃、兄からもらったものです。ずっと守りにして、大事にしていたんですが、今の私には似合いませんから。気に入らないようでしたら、捨ててください。ほんなら失礼します。まあ、とりあえず、これで、この探索は終了。で、次は、もう戻るって感じですね。強くね。強いよ。強すぎ。マリベルダウンしそう。早くこのエリアから出ないと。ちょっと待って、その前にポイント出るな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 、よし。カラーストーンが全部消えてる。よし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 、順調順調。サクサクではないけど、オッケー、よーし、出るんかーい。とりあえず出ましょう。よし。この調子だと、なんかストーリーがゆっくり進んでいきそうな気がします。はい。警戒縁切り。よし。敵、あれは過ぎじゃないですか。
げたし。まあまあまあ、まあまあいいよ。よし。出たぜ。戻りまーす。さあ、パトリックさんに、お、一人増えとる。今こんな状態では人を励ますら、静けさが、人間など無力だ。こんな時になる以外、何ができる？もう、やばいっすね。あ、こっちじゃなかった。パトリックさんに渡さないといけないんで、上ですね。パトリック。あ、ネプアスさん、どうだった？どっかでマチューダに会えた？はい。え、鉱山の中で会ったん？じゃあ、ネプアスさんたちだけで、鉱山の仲間に行ってくれたんだ。ありがとう、ネプアスさん。すぐにその緑の宝玉を、お父さんのそばに置いてみよう。じゃあ、これをお父さんに。これでお父さんの怪我が早く治る。宝玉で治るのか。すげえな。それにしても鉱山の中には入っていくなんて、ネプアスさんたちも辛っ強いんだよね。そういえばまだマチューダさんのことを話してなかったよね。マチューダさんはね、僕とお父さんの忍者の恩人なんだ。お父さんが魔物と戦った時、僕は心配で一人で東の塔まで行ったんだ。そしたら、塔の入り口でお父さんが倒れて、その隣でマチルダさんが、マチルダはね、お父さんを助けるために魔物を戦ってくれたんだよ。もしマチルダさんがいなかったら今頃。いや、そんなことよりも今はお父さんが早くなることを考えた方がいいね。ネプスさんたちも今日は疲れたでしょ。ネプスさんたちが泊まるって宿屋に行っておいたから、今日はそこで休めといいよ。ちゃんと宿屋にお金を払っといてくれないって。あの子結構気が利くわね。おいおいおい。王子はもう寝てんのかい。ほんと、キーファってばどこでもすぐに寝れるんだから。まったくらましわね。さてと、無駄話もこのくらいにして、私たちもそろそろ寝ようかな。ではおやすみ。マーハド、なきゃ、キーファってばす。いや、キーファーに言わんでもいいような気がする。もう寝とうから。ねえ、ネプアス。私たちってもしかしてこのまま、もうフィッシュベルに帰れないのかな？ネプアスは家に帰れなくて寂しくないの？私はもう、家に帰りたいよ。パパとママに会いたい。なんちゃって、嘘よ。私がそんなこと言うわけないでしょ。冗談よ、冗談。冗談じゃないよね。さあ、ネプアス、いつまでも起きてないで。あんたもさっさと寝なさいよ。おい。ちゃん。待ってよ、お兄ちゃん。どうした？まだ何か言い残したことがあるのか？だって、やっぱり一人でなんて危ないわ。行くのなら、みんなと一緒に行くべきよ。はは、そうしたいのはやまやまやめだ。だがな、すぐに誰かが行かなくては、またあの魔物を見失ってしまうかもしれない。まず俺があの魔物を足止めし、村のみんなが戦いの準備をして、整えて、すぐに加勢してくれる。みんなが力を合わせれば、魔物といえども、それほど恐れることはない。わかるな？うん。では、もう行くぞ。おっと、そうだ。お前にこれをやろうと思って、これを作った。ほら。これは、人形？見てくれは悪いかもしれんが、それでも頑張って作ったんだ。大切にしろよ。うん、大切にする。兄ちゃん、ありがとう。うん、それじゃあ、行ってくる。いい子にしてるよ、マチルダ。お？まあ、これは過去の映像で、ツインテールの女の子が、マチルダさんですね。には、お兄ちゃんがいたと。なるほど。
おはようございます。では、いってらっしゃいませ。ませ。こちらね。悲しいなぁ、音楽。なんかねえかなぁ。お、パトリックの家。ネプラさんたち、見てよ。お父さんの怪我治ったんだよ。さあ、早くこっちへ。緑の宝玉で治んのか。いいけど。それがドラクエか。私の名はハンクと言います。私が怪我で、伏せていた時のことは、パトリックから聞いております。見ず知らずの私のために危険を冒して、緑の宝玉を取ってきてくれ。サッカーとか、ただただ心から礼を言わせていただきます。父さん、それとね、マチルダさんもね、マチルダさんは怪我をした。お父さんを、塔からこの村まで運んでくれたんだから。マチルダというのが、さっきお前が言っていた女剣士のことか、戦士ね。そうだよ。マチルダは強くてね、この村とお父さんを守ってくれたんだ。そうか。ならば、いずこかで会ったときは、礼を言わねばならんな。それはさておき、ネプアさんたちや、方は、何故この村に参られた。どっから話せばいいのかしら。そうでしたか。自分の国へ戻ることができず、止まっておられたとは。私も、あなた方、の力になりたいと思いますが、果たして何をすればいいやら。しかしこの地に根付いた悪しき力を払えば、あるいは活路が見出せるかもしれんな。よし、ネプアさんがタエの例となるかもわかりませんが、すぐに魔物退治に出るとしよう。ネプアさんたちが頼むおかげで傷が完全に癒えております。心配はご無用です。それよりネプさん方が自分の国に戻れる機会がいつあるやもしれません。ネプさんち、私が守ります。東の塔まで私についてきてくださいませよね。はい。このハンク、今度は決して魔物に屈しませんぞ。お、仲間になった。やった。今回のパートは、魔物にいる塔は東の鉱山を北にからかわえた先です。さあ、急いで行きましょう。まあ、行きませんけどね。今回は、東の塔か。東の塔に行かなくて、サボテンボールが、ウガルのムチっていうアイテムを稀に落とすらしいんで、まあ、攻略サイトに書いてあるんですけど、稀に落とすらしいんで、それを探しに行きます。それが終わったら、今回のパートは終了ですかね。問題はサボテンボールがどこにいるかっていうね。逃げられないの？嘘でしょ？一匹なのに。マジで？あいつせえな。まあ、とにかく。まあ、今回は、教会で終わらないと思います。今回はね。なぜかというと、多分時間の関係によりますね。まあ、とりあえずサボテンボールを探しに行きましょう。サボ
ぶてんこ出んのか。まあ、タブテンボール倒して、イバラの鞭を落としたところで終わりますかね、今回は。どこにいるんだっていうね。現地もらってお金ももらえるから、まあ、一石二鳥でしょう。じゃ341。ちょっと奥まで行きますよ。お、全部戻ってるし。まあいいけど。なんとかあった？あったね。ハンク強えな。26ってマリビルさんと同じくらい強え。またこれ解かないかん、ね、もし。まあもう覚えてますからね。こっちが。おら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 。そして。そして。あお！何やっとんねん、俺。こうだろ。そして、戻る。戻って。ほら。わかりましたかね。で、消すに、黄色が欲しいわけで、黄色さえあればいいんだよね。どうしよう。余裕ですよ。余裕のよっちゃんですよ。重さ出るなよ。でもいいけど。よし。ここで出ると思うんですよね。こういうの上だと。てか出てくれ。来い、サボテンボール。出ない。てかこれ出んのか。ほんと。一匹逃げたし。OK。お、キーファーレベル6。OK。いいね。ゼロ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 。ゼロ。ゼロ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 。サボテンボールゼロ。出ないな。やるよ。ハンクやるよ。出ないかな。サボテンボール。ここで出るの？本当に。戦っております。口数が少ないのはそのせいです。下にいるのか。違う。
ムカデとか変なやつしか出ない。作戦ボール出ないの。ここじゃないとか。一旦戻りましょうか。このエリアは抜けましょう。超魔獣って言ってますけどね、全然強そうじゃない。強いんですよ。強そうじゃなくて強いんですよ。無事に経験値とお金はもらえてるんですけど、この辺り、ここかな、サボテンが出るの。一旦探索してみよう。出ないね。出ないね。こんだけ回っても出ないっていうことは出ないか。こうかな。出ろ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 。出ない。出んのか。まあサボテンボール探すのは、まあ探すのはあって、この回で、この回というか、実況でもし出なかったらっていうか、出なかったら裏でそのイバラのムチ、サボテンボールが持っている茨の鞭をゲットしておきたいですかね。まあ、無理なら無理ですけど、で、試してみたいと思っておりますと。それなら、ストーリーを進めって話なんですけど、中途半端になっちゃうんで、それにはどうせなら、まあ、戦闘風景でも見てもらえたらなって思っております。早いですが、終わりますと。じゃあねー。